全通寺駅は、香川県全通寺市文京町一丁目にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D14。駅表示パネルのコメントは、工房大師ゆかりの駅。全通寺市の中心駅で、全特急列車が停車する。1889年開業時からの木造駅舎に1922年の陸軍大演習の際に、車寄せ部分などを増築した。 屋根は開業当初は切り妻作りだったが、1991年の改修で寄せ棟作りになった。日本最古の現役駅舎とされている竹と予選、亀崎駅の駅舎より古い可能性がある。明治22年3月30日と記された建物財産表が存在する。国の登録有形文化財に登録されている。 明治20年代の建物財産表を持つ現存する駅舎は、他に、明治27年の万丹線交流駅、大宇本線、川辺駅、津軽新城駅、明治29年の奈良線小畑駅など極少数で、ある。登録有形文化財2面3線のホームを持つ、地上駅。1番線が上下本線となる一線スルーになっている。2番線は折、副本線で、 行き違いがある場合に使用。上下副本線である3番線は原則として、特急対肘のみの使用。ホーム間は、個線橋で移動する。直営駅、緑の券売機、プラス設置駅。早朝、夜19時以降は無人。1日平均の乗車人員は、以下の通り。ありがとうございます。